ロサンゼルスのローズボール。1994年の FIFA ワールドカップの決勝戦を実施したほか、MLS 開幕からしばらく、ロサンゼルスギャラクシーがホームスタジアムとして用いた。アメリカンフットボールのフィールドしか用意されていないため、そのままのフィールドサイズでこれらの試合用いられた。フォスボロのジレットスタジアム。NFL のニューイングランドペートリウォッツと MLS の ニューイングランドレボリューションが共に使用するスタジアムで、白い線でアメリカンフットボールのフィールドが、黄色い線でサッカーのフィールドが規定されている。特サイドライン間で余裕を持って人工芝が植え込まれており、アメリカンフットボールのスタジアムとしては、サッカーのフィールドに非常に配慮したスタジアムとなっている。ただし、収容人数が6万8千人もあり、MLS ではかなり課題である。 シカゴファイヤーのホームスタジアムでサッカー専用スタジアムあるトヨタパーク。上記2施設と比べてスタンドがはるかに小さいことがわかる。ゴール裏にステージがありコンサートの開催も可能であるサッカー専用スタジアムはアメリカ合衆国のサッカー選手でアメリカ合衆国のサッカークラブやアメリカンフットボールクラブチームのオーナーを務めた。 ラマーハントにより提唱された用語である。フットボールといえば、アメリカンフットボールないしは、カナディアンフットボールのことを指す北米において、サッカー専用スタジアムとは、多目的スタジアムのうち、サッカーの試合を開催するために特化したスポーツ用のスタジアムを指す。よく似た用語に、球技専用スタジアムというものもあるが、こちらは、サッカーやラグビーなど球技全般の使用を想定して、 建設されたスタジアムを指す。敷地や日程の関係上オラクロスやアメリカンフットボール、ラグビーの試合やコンサートに使用されることもあるが、サッカー専用スタジアムは基本的にサッカーの試合専用に建設されたスタジアムである。また、アメリカ合衆国のいくつかの施設では、スタジアム端の部分にステージが常設されているようなサッカー専用スタジアムも存在する。 サッカー専用スタジアムは設備や規模の面においてサッカーの試合に適した規格に整備してあることが一般的であり、スコアボード、ビデオスクリーン、VIP ルーム、観客席用の屋根などが設けられている。サッカーのピッチは FIFA が規定する大きさ、具体的にはゴールライン間100から110メートル、サイドライン間64から75メートルの大きさに整備されている。 これはアメリカンフットボールの国際試合を行う際のフィールドの大きさよりもゴールライン間で約10メートル、サイドライン間では15から20メートル大きくカナディアンフットボールのスタジアムと比較するとゴールライン間はほぼ同等、サイドライン間は10メートルほど大きい。また収容人数は一般的に試合を間近で見ることができるように少なく設定していることが多く。 アメリカ合衆国国内最上位リーグのメジャーリーグサッカーでは1万8000から3万人、北米サッカーリーグもしくはアセルプロフェッショナルリーグでは5000人から1万5000人の間に収容人数を設定している。MLS 開始当初に各チームが使用を余儀なくされていたアメリカンフットボール専用スタジアムの収容人数は一般的に6から8万人であり、 アセルプレミアデベロップメントリーグのチームが使用する競技場の収容人数は1000から5000人である。アメリカ合衆国初のサッカー専用スタジアムはオハイオ州コロンバスに本拠地を置くコロンバスクルーのコロンバスクルースタジアムであり、カナダ初のサッカー専用スタジアムはトロント FC が本拠地を置くオンタリオ州トロントの BMO フィールドであった。北米において サッカー専用スタジアムは1990年代に初めて使用が開始された。これ以前、アメリカ合衆国のプロサッカーでは主にアメリカンフットボール専用スタジアムを使用してサッカーの試合をしていたが、多くの場合スタジアムは観客数の面では規模が大きすぎ、かつサッカーのピッチの大きさという面では規模が小さいという問題を抱えていた。また、アメリカンフットボールのスタジアムは 人工芝を用いていることが多かった。新たに建設された野球場の多くは収容人数が少なく競技を行うピッチが広いという面においてアメリカンフットボール専用スタジアムよりもサッカーの試合に使用するには都合が良かったものの、これらの野球場はアメリカ合衆国のプロサッカーリーグが活動している時期には一般的に野球チームが使用しており、 使用許可が出ることは期待できなかった。したがって、アメリカ合衆国のプロサッカーリーグでは、サッカー専用スタジアムの建設を始めることとなった。サッカー専用スタジアムという用語は時に、サッカーがフットボールとして知られる国で使用されることがあるが、フットボールという用語が一般的な国においては、サッカーのためのスタジアムという概念がありふれたもので、あるため、 専用という用語を用いて区別化をすることは一般的ではない。したがってアメリカ合衆国のアメリカンフットボールやオーストラリアの OG フットボールなどのように国内でサッカーよりも一般的なフットボールが存在する国もしくはアメリカ発祥の野球が盛んな国で使用される用語となっている。またこれらサッカー専用スタジアムという用語を用いる 国においても定義は地域によって少しずつ異なるが、一般的にピッチの周辺にオールウェザートラックが配置されていない、スタジアムであるという特徴を有する。ありがとうございます。